ようやく日本も動くかもしれない。はい、快楽の元です。今回の話題、韓国が五輪開催中の最中にとんでもない動きに出た。そして今回ご紹介するタイ人の声、日本全国完全制覇、これほど日本を愛するタイ人たち、こういった話題からお届けしてまいりたいと思います。まずはね、ニュースを読み上げます。韓国海洋水産庁は5日、日韓双方が領有権を主張し、韓国が実効支配する島根県の竹島、韓国名徳島の様子をインターネット上で中継するサービスを6日から始めると発表した。これを受け、日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長は5日、在日韓国大使館の金陽吉公使に強く抗議し、中止を求めた。同省によると、今後は事前確認が可能のため、訪問客の利便性が高まるとしているというね、こういう内容でありますけれども、何が利便性でしょうかね。人の国に勝手に密入国する、その算段で利便性も何もあったものではありませんけれども、これは皆さんおおよそ同じご感想をお持ちだと思いますが、抗議してね、やめるはずもありません。あちらの国が、韓国政府としてはこうしたことをね、指令化して日本政府が抗議をするよと、遺憾のそういう抗議をするという中で、ネットで騒ぎになったところで、そこに国民の目を集中させたいと、こういうね、算段もあるんだと思います。東京五輪に来てからもですね、韓国はもう本当に余計な垂れ幕を垂れ下げてみたりですね、IOC にそれで怒られてみたり、福島風評を掲げて自前の弁当を用意して大騒ぎするなどですね、もうひどいもんであります。アメリカだってね、他国だって自前の弁当を用意してるじゃないかというね、彼らの主張もありますけれども、まあそれでね、自分たちを正当化しようと必死なんですけれども、日本の食品が危険だからとね、騒いでいる国、そんな国はですね、およそ約200カ国地域ある中で唯一韓国産だけであります。もう本当にこれだけはですね、文字通り単独世界一ということでね、本当に韓国産おめでとうございますというところでありますけれども、その他自国のね、民放テレビ番組では五輪の開会式をね、放映した中で、予想の国が出てきては侮辱してみたりと、それからあとは監督ですよね、自国の監督が競技中にですね、暴言を吐くと、自分の選手に向かってですね、ひどいことを言うと、そんなこともね、話題になったり、あるいはですね、選手村のベッドをですね、叩き壊して喜んでみたりと、いろんなことをね、もう本当に騒がしくしでかしております。まあこんなことばっかりに神経を取られていますから、目標の金メダルの数、そういうものも目標設定としてね、勇ましく掲げてきたようですけれども、そんな目標どころではありません。お得意と自信満々だったテコンドーですらボロボロという結果に終わったわけですよね。そんな中で仕掛けてきたのが今回の竹島ライブ配信であります。そんなことをしても、もうじきですね、大統領選挙はもう日に日に迫っております。文大統領がどうなるのか、その運命の審判の時はですね、刻一刻と迫っておりますけれども、そんなことで国民の気を引こうなんて考えてもですね、もう無理だと思いますよね。まあそれにしましても、この日は8月6日五輪が開催されているのみならず、広島に原爆が投下された日でもあります。こういうことを分かっていてですね、重々分かっていて、わざとこういうことをやってくるわけですよね。本当に人が嫌がることをさせたら天下一品ということであります。こうして相手の隙をついて仕掛けてくるというのは、もう本当に敵国が戦闘を仕掛けてくる行為そのものと言ってもね、おかしくないと思います。日本国民の多くがもう付き合いをやめろと言っている状況だと思いますけれども、日本政府は今回も抗議で済ませて、
あとはね、ナスがままにするのかそれともというところでね、私は見ております。ネットにも多くの声が上がっておりますが、日韓漁業協定ですよね。まずはこんなものはもう本当に完全撤回してほしいというところであります。そしてさらにはですね、完全撤回したからといってもすぐにね、彼らのことですから出ていくと、速やかにピタッとやめるということはないと思いますので、ここでね、韓国漁船も完全に排除するためにはやっぱり日本の海保ではこと足りません。海上自衛隊が出て行って完全排除をする、そういうね、実行行動を移すという中で、その一環でやっぱり竹島も私は奪還すべきだと、ここでですね、このようにね、考えております。当然その直前には日本大使館も引き上げなければなりません。先だって韓国からね、不適切発言などと言われて、文句を言われて、そして引き上げた外交官1人がおりましたけれども、そんなレベルではありません。もうやるならば結構ですということで、全部引き上げればね、私はいいと思います。多くの人が日韓断交だと声を上げている今のね、日本国内の現状だと思うんですけれども、もうここまで今ね、私が言ったようなことを速やかに実行すれば、そんなことすらですね、もう声を上げる必要もないと思います。必然的にそういう形になるわけですからね。ここからは私のね、一つの見方でありますけれども、もうそろそろ日本政府もここまで来ている中で、何らかのことはですね、少なくとも準備だけは着々と進めているのではないかと、私はね、このように大不真面目にちょっと実は考えております。実際にそれをいつやるのか、実行するのかということは別にしましても、私は本当にね、そういう段階まで来ていると、このようにね、思っておりますけれども、さてね、この辺はね、皆様もいろいろとご意見が終わりかと思います。どうでしょうかね。ということで、今回は日本の領土竹島の話題を取り上げましたけれども、今回ご紹介するタイ人の声、それにちなみつつも、ちょっとですね、ちょっとと言いますか、だいぶ今回はね、和やかな話題に、させていただきたいと思います。以前泰楽の元のどこかの動画でご紹介したことはあったと思いますけれども、今回の日本の東京五輪、確かに今年に入ってからもう開催はね、難しいのではないかと言っていた、そういったタイ人もおりました。はい、ただですね、いずれにせよ多くのタイ人があれほど楽しみにしていた東京五輪でありますけれども、残念ながら来ることは叶わなかったということで、もう今に至ってはですね、早くコロナが終わって旅行したいという声が日に日に高まっているという状況であります。本当にね、もう今年は無理だよ、もう1年延ばすべきだと言っていた人も、本当はね、そういうすることによって自分もね、やっぱり観客として来たかったわけですよね。はい、ですからね、そんなような状況がある中で、今回はこんな投稿から皆様にご紹介したいと思います。皆さんはコロナが終わったら日本で行きたい都道府県のトップ10はどこですか？今大阪がトレンド1位に入っているようですが、みんなもう東京へは行ったことがあるからかなというね、こういう投稿であります。大阪が今ね、タイでトレンド1位になってるんですかね。ちょっとね、私後で調べてみようかなとも思いますけれども、今回はね、こういう呼びかけに対してどんな声が上がったかということでご紹介します。まず1人目、東京よりも大阪の雰囲気や人当たり、食べ物が好きです。 USJ もあるしということでありますけれどもね、まあ私、東京の人間、関東の人間としましてはですね、あ、そうかとついね、思ってしまいますけれどもね、やっぱり大阪の方が今人気なんでしょうかね。はい、それから次、東京は7時間、大阪は5、6時間で行けますからね、長時間の飛行機は辛いということであります。まあね、1、2時間の差っていうのはね、やっぱり大きいですよね。私も1回だけバンコクから関空に飛んだことが一度だけね、こちらに来てからあるんですけれども、その時ね、早朝便でしたが、やっぱり5時間ちょっとで着きましたんでね、やっぱり、あ、すんごく早いなと感じたものです。はい、まあ偏西風に乗るとですね、行きと帰りってまたね、違いますけれども、それでもやっぱりね、東京の方が1、2時間長くなってしまうということですからね。
はい、それから次タラバガニを食べに行く。そしてその路地の入り口から終わりまで人をかき分けながら歩いて欲しいものは全部買うということでありますけれどもね。はい、それから次沖縄が最高です、完全に心を捉えられましたということで、これ本当なんですよね。タイだからね、いろいろ海もね豊富にあるし、プーケットなんていうねリゾート地もあるからいいじゃないかというかもしれませんけれども、やっぱりタイの人から見ればですね、沖縄沖縄でね、やっぱり別物で好きらしいですよね。はい、それから次30日以上のビザを申請して全部回りたいということでね、今フリーのビザは15日間ですからね、さあやっぱり30日はじっくり回りたいというこの人のコメントであります。それからやっぱり道頓堀で食べてお買い物ということで、やっぱりね大阪なんですかね今ね、こういう意見であります。それから東北で桜の花びらが舞い落ちる温泉がありますね、青森に泊まってその後函館に移動するということであります。それからね、投稿主がせっかくねトップ10と聞いておりますので、それにねちゃんと答えているコメントも最後にね一つ二つご紹介します。まずはねこの人、1位夏の上高地、2位11月の紅葉から冬に移る北海道、3大阪に泊まって USJ や奈良へ、4仙台の蔵王で狐を抱っこ、あこういうものがあるんですね。はい、それから5長野で9つの寺院巡り、まあ9つの寺院巡りっていうのはこれもしかしたら、タイ人向けにねそういうなんて言うんでしょう、一つのツアーのようなキャンペーンのようなものを組んでいるのかもしれませんよね。タイではね9つのお寺参りっていうのはねよく好きでやりますからね。はい、それから6沖縄で日本のハワイを体験、あね日本のハワイというね位置づけなんですね。それから7静岡広告を見たということです。はい、それから8鳥取砂丘も見たい、9もう一つの大都会名古屋ということで、それから10番目、いよいよ残り10番目、東京の目黒川ということで、やっぱりこれもね桜なんでしょうかね。はい、こういう意見の人でありますけれども、具体的でしょうねこの人かなりですね。タイではいかに日本ファンが多くてね旅行できるのを待ち望んでいるかというのが、この人の一人のコメントを取ってみてもわかるわけですよね。はい、それからもう一人だけねご紹介します。1位福島、2位高知、3位茨城、4北海道、5沖縄、6宮崎、7新潟、8岩手、青森、山形、9埼玉、10静岡、そしてねトップ10ですけども、11結局全部の都市に行きたいというね、こういうことを言っている人もいます。まあいずれもみんなね完全なリピーターですね。ですから例えばね福島なんていうのもですね、福島、高知、茨城なんてねこういう順番で来るっていうのはですね、日本だとね本当は普通は初めての人は例えば東京行ってその後京都行ってとかですね、あるいはまた北海道という話になると思うんですけれども、こういう都県の順番というのはですね、まあ、本当にこれ通ぞろいですよねみんなね。まあそれからこの他に会津若松とかですね、そういう具体的な意見なども福島という中でですね結構声がありました。福島もう本当にですね、どこかの国の人にね聞かせてあげたいというぐらいで、本当にね今ご紹介した意見のみならず、まあダントツはねやっぱり依然として北海道も多いんですけれども、ただ福島というのがね思いのほかものすごく多かったです今回。それからその他の都県でね当然京都、岐阜、それから福井、富山、佐賀、兵庫、埼玉、秋田、福岡、大分、岡山、山口、三重、熊本、神奈川とね、いろんなところが、まあ、要は全部ですけれどもね、日本全国出ない県がおそらくないと思います。本気でやったらですね、こういう状況であります。タイの人たちもこれほど魅了されておりましてですね、そしてこよなく愛する日本国土ということでありますが、竹島がね例えば今ね現状日本の観光地の対象にはなっていないからとはいえですね、韓国などに不法占拠状態、密入国状態をいつまでも許してよい、そんなはずがありません。沖縄の虜に、ね、なったという人もいましたけれども、あちらの方ではですね尖閣の問題もあります。そしてね今しがたちらっと言いましたけれども、
もう決定的なね、タイ人においては決定的な定番の一つでもある北海道、その向こう側、目と鼻の先にはですね、未だ北方領土の問題も残っていると、厳然たる問題として存在するということであります。日本では元総理大臣ですらですね、下手したら領土なんかお互い様だとか、あるいはね、下手すればくれてやれぐらいのことをね、平気で言う、そういう人たちがね、後を絶ちません。だからこの手の話題はですね、私もこのようにしていつもいろいろ問題があればですね、話題が上れば取り上げるということでありますけれども、もういいやではなくてですね、こういう問題をね、取り上げるともういいやという人がね、時々いますけれども、そうではなくて、やっぱりですね、話題を上げよう、取り上げようという気持ちがある人は何度でもですね、毎日でも出すべきだと私はこのように思うわけです。はい、ということで今日の動画はここまでです。皆様は今回の話題、そしてタイ人のコメント、どのようなご感想ご意見をお持ちになりますでしょうか。ぜひ今回もまた皆様のコメント楽しみにお待ちいたしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、そしてベルマークのクリック、高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。